というわけで、すべてのプレイヤーが城を2つ置いたので、ゲームが始まります。やることは、一番最初はサイコロを振る。2つのサイコロを振り、その出目で資源が出る場所が決まります。はい、今回は5でした。5の数値は、このマップ上の端と端ですね。今、この全体マップで、強調されている部分に、そのマスがあるということです。で、その結果として何の資源が出たのかというのがこういう風に見えるわけですね。辛い。はい。そしてできることがですね、その後、サイコロを振った後、こういう画面で表示されます。まあ、非常に、多くのことができます。例えば、建築というジャンルであれば、5つのことができるわけですね。で、道を作るということが、できますね。マップを見てみましょうか。まず、新しい城、あるいは砦といった建物を作る際には、すでに存在している建物と道で繋がっていなくてはいけない。自分の建てた道と繋がっている必要があるというルールがあります。なので、道を繋げることによって、新しい建物を自分で建てることができるようになったりするわけですね。そう考えると、まあ、道は非常に大事。もう一つ、道を繋げていくことによって、道路王ボーナスみたいな道が多いことによるボーナスで20万石ボーナスがもらえたりするわけですね。だからボーナスとしての20万石を入手するために道を建てるというのも重要になります。はい、次に砦を建てるということができます。先ほども言ったように、今自分が、所有している道の先に砦を建てることができます。砦は、石高がないので、どれだけ建てても、ゲームの勝利条件にはあまり関係がないのですが、ただし、砦を置いた場所からは資源が発生しますので、資源を入手するという点では、有効に使うことができます。そして、砦から発展して様々な建物を建てることができます。まず砦から発展する方、ものとして、少女小次郎ですね、というのがあります。これは一番最初に建てさせられた、ものと同じです。改築することによって10万石が 獲得できます。次、小次郎を、大城ですかね、大城に改築することができます。この改築、必要な資源がそこの画面上に出ているんですが、たくさんの資源を使いますが、それだけに効果が強く、まず、その城の石高がプラス10万石、つまり合計で20万石になる。そして、その城から産出される資源の数がかなり増えるわけですね。なので、一つの場所から出る資源が多くなるので、この大城に改築するのは、とても重要かなと個人的には思います。また、砦から改築できるもう一つの建物として港があります。港を建てると、特定の資源に関して、貿易に必要な資源の量が減ります。ただし港はこの島の外側ですね、外側、この海に面している、部分にしか建てることができないという点が注意すべき点になります。次、兵兵士を作ることができます。そう、このゲーム、兵士を作ることによって、その兵士を攻め込ませて他の人の作った建物を奪うということができます。はい、非常に攻撃的なゲームですね。ただしこの兵というのも、作っただけだと非常に弱い足軽のままです。で、その足軽からその下の兵をランクアップさせていくことで、どんどんと兵が強力になっていきます。最終的には鉄砲隊というのが一番強い状態になるわけですね。そして兵を移動させるというアクションもあります。やはり兵というのは、そこにいるだけでは意味がなくて攻め込ませる必要があるので、このマップ上のマスの一辺ですね、辺を移動させるのに一回移動のアクションが必要になります。で、最後にカードというものがあります。このゲームカードが、内政カードと戦略カードという2つのカードがあり、カードを引くことで、保持できます。
その保持したカードを使うというアクションで、カードを使って様々な効果を得ることができるわけです。非常に強力ですが、必要な小判の資源というのが出る場所が少ないので、これはなかなか引くのが、こう、ためらわれるところになるわけですね。はい。アクションとしては、その建築、兵、カードという3種類があるわけです。で、それぞれの行動には必要な資源が設定されています。必要な資源が自分がしたい時に溜まっていなかったらどうするのか。そういった場合、可能であれば、こちらの右側の部分で貿易というのができます。上の方が欲しい資源、下の方が払う資源というふうにありますが、まず欲しい資源を選択します。そうすると下の方の払う資源の方にカーソルが移動しますので、その資源を、その各資源の下に書いてある数字分だけ払うことで、これらの資源に変更することができるというわけですね。まあ、基本的には、非常に多くの資源を払わないと交換ができないということになりますので、まあ、使いどころとしてはいらない資源が余ってきたら、交換して、必要な資源に変えるというふうなのを考えればいいと思います。以上です。はい。このゲームにおいてできることは、まあ、様々なものを作る、もしくは貿易をすることで、まあ、ゲーム全体を進めていって、国高を高めていこうということになるわけですね。